A-37 ドラゴンフライ OA-37BA-37 は、セスナ社が開発した、軽攻撃機である。愛称は、ドラゴンフライ。同社のジェット練習機 T-37 を元に、しているが、全く別の機体と言っていいほどに改良されており、簡素な機体設計と設備が整っていない、飛行場でも、運用可能な、扱いやすさからアジア。 中南米の中小国で広く採用された。また、ジェット練習機の軽攻撃機化の走りとなった機体でも、ある。や、マイナス 37A1960 年代初期、東南アジアにおいて、南ベトナム解放民族戦線やパテートラーオ、クメールルージュ、新人民軍などの共産系ゲリラの活動が、活発化しており、アメリカは、対抗策の一つとして、新米国に、 コイン機としての運用が可能な A-1 スカイレーダーや T-28 ディートロージャンを供与していたが A-1、T-28 ともに1957年に製造終了となっており将来的に機体の損耗補充や補修用部品の供給が困難になることが予想された。 これに対処する形で T-37 の機体を元にしてアメリカ空軍の新米中小国向け新型コイン機開発要求に基づいて設計開発された機体である。原型となった T-37 を武装化する計画は早くからあり、まず主力化にハードポイントを設けて武装の搭載を可能にした T-37C の評価試験を行った後、 さらなる性能向上の要求を受け本格的な、軽攻撃機型としたザットマイナス 37D を開発し評価試験を行ったが、アメリカ空軍のコイン機への関心が一時薄れたため、計画は中止された。しかしベトナム戦争の激化によって、再びコイン機の必要性が高まると、アメリカ空軍は、 ザット -37D を元にしたや -37A を実戦に投入し評価することを決め、T-37B の生産機のうち39機が、改装の上 A-37A として配備された。A-37A は1967年8月より4ヶ月間、ベトナムにおいて、 コンバットドラゴンの作戦名で、近接航空支援をはじめとして、救難ヘリコプター護衛、前線航空管制、夜間阻止攻撃などの実戦評価が行われた。結果は良好であり、特に爆撃精度は極めて正確であった一方で、ロイター飛行時間の不足などの指摘もあった。この結果から得られた戦訓をもとに各所を回収した A-37B は、 同年に50機以上が正式発注され、すべて新造機として生産された。A-37B は南ベトナム空軍に A-1 の後継機として187機が供与されたが、1975年4月30日の南ベトナム敗北によって95機が統一後のベトナム空軍に露格され、 F-5 と同様に、カンボジア侵攻や中越戦争の頃まで戦力として運用されたが、予備部品の枯渇から一部の機体が、ポーランド、旧ソ連、旧東ドイツに送られたり、ベトナム国内の軍事博物館に展示されたり、海外の軍用機コレクターに売却されるなどされた。アメリカ空軍では、第一戦部隊から退役した後、 空軍周辺や空軍予備役部隊に配備され、一部の機体は OA-37B として前線航空管制任務につけるように通信装置の強化改造を施されたが、1992年までにより、高性能の A-10 に更新され、中古機は韓国やラテンアメリカ諸国へ輸出、供与された。ドミニカ共和国やウルグアイでは、本機が 唯一の作戦用ジェット機であったため、麻薬密輸機を取り締まる空中戦闘任務にも使用されていた。A-37 は単に T-37 を武装化しただけの機体ではなかった。など、回収箇所は多岐にわたる。コックピットは T-37 と同様の並列複座だが、作戦運用は基本的に1名で行われ、並走スイッチや照準機も、 聖パイロットが座る、左席にのみ備わっていた。また、中高度以下での戦闘を想定していたため、機内は、予圧されていないままであった。A-373 面図を行き日本周辺の、軍事兵器 A-37B 戦場統制機、ドラゴンフライ行き日本周辺の軍事兵器、ブラックイーグルズ。ありがとうございます。